コスタ・ブラバ最大のリゾート地であるディオレットで、マル・コスタ・ブラバは、スペイン、カタルーニャ州北東部ジ郎なナ県のアルト・アンプルダー、バッシ・アンプルダー、セルバの各軍にまたがる海岸である。コスタは、カタルーニャ語及び、スペイン語で、海岸を意味し、ブラバは、デコボコのや、野生を意味する。コスタ・ブラバは、バルセロナの約60キロメートル北東に位置するブラーナスから、 フランス国境まで続く。1950年代にコスタブラバは、スペインのフランコ政権によって、イギリスフランスや北欧からの休暇時のパッケージ旅行の目的地としての開発に適している地域として指定された。とても良い夏の気候や、自然、素晴らしい海岸の組み合わせは、ブラーナス、トッサデマール、リョレートで、丸のような海辺のリゾート地にある。 多数のホテルやマンションの建設に利用された。観光業は地域の主要産業として急速に成長し、漁業にとって変わった。芸術家の天国、カダケスコスタブラバの海岸線の一部で大規模な開発が行われていた一方、開発の行われなかった地域ではより伝統的な景観が維持され、太陽と砂とサングリアより少し多くを求める訪問客のための 秘宝となっている。フランス国境にほど近く、ピレネサンムヤク山陸の丘の近くに位置するカダケスのような小さな町は、フィゲーラスにあるダリ美術館が、カタルーニャ州で最も重要かつ、人気のある博物館、美術館の一つとなっているサルバドールダリや、パブロピカソなどの芸術家を引きつけ、現在では流行のリゾート地となっている。ロザスとトッサで マールの間の海岸線にはパルス、ベグル、タマリュー、デアフラン、デスタルキット、アイグアブラバ、ホルネルス、カレーリャパラフリュージェル、パラモス、サントフェリューデギショルスといった楽しい小さな町が多数並んでいる。1998年にコスタブラバの海沿いの町々は観光とともに環境保護を進めることを取り決めたドッサ検証を締結した。 これはこの地域の自然生息域と微気候の広範な価値を認識した。レスタルティト沖のマデス諸島はスペイン初の海洋自然保護区であり、様々な魚や水生植物種の生息地となっている。また、近くのレンポルダの湿地にある野鳥保護区も開発による破壊の潜在的脅威から土地を救った。ありがとうございます。